祭りってのもいいもんだな。なんだ、もう一度行きてえのか。ん、そうか。まあまた声をかけてくれよ。もう一度行きたいのか。確かにまだ調べ足りないかもしれんが。そうか、いつでも声をかけてくれ。祭り楽しかったよな。やっぱお前も遊び足りないのか。そっか、行きたくなったら声かけてくれよ。局長を別とすれば、新選組で一番慕われているのが井上さんかもしれないな。幹部でありながら誰にも分け隔てなく接している。それは容易にできることではない。なんだ、また祭りに行きてえのか。さっきも言っただろう。そうか、まあ行きたくなったら声かけろ。あれ、また祭りへ行きたくなったの。あれ、そうなんだ。行きたくなったらいつでも声かけてね。君の気持ちもよくわかるぞ。唯一の肉親が行方不明では心配で飯も喉を通るまい。君のためにも早く見つけてやりたいが、果たしてどこにいるのやら。私の昔のこととなると他の皆さんともかぶってしまいますが、ああそうですね、いっそ皆さんの昔の話をこっそりと教えましょうか。千鶴ちゃん、水はいい、水はいらねえから俺を慰めてくれ。ほら、なんだその例の酒の件なんだけどよ、あの後土方さんから散々怒られる羽目になってよ、正座させられたままっつうか、俺が自主的に正座したんだが、延々説教が続いてな。おかげで俺の両足が言うことを聞かねえくらい痺れちまった。立ち上がれない俺を見て呆れ返った土方さんが仕方なく引きずってきてくれた。だから土方さんに関しては俺も根に持ってるわけじゃねえ。これで貸し借りなしっつうか。けどよ、佐野の野郎は鬼だ。鬼の副長より始末に負えねえ。まああいつが喧嘩っ早いのはもともとだけどよ、無二の親友であるこの俺を殴ることねえだろ。しかもあ
の一撃は本気だったぞ。それも剣の達人であるこの俺だから無事でいられたようなもんだ。な、千鶴ちゃんもひどいと思うだろ。分かってくれるか、千鶴ちゃん。おい、新八、その辺にしとけよ。何やってんだよ、新八さん。千鶴が困ってるじゃねえか。そもそも今回の件は全部新八さんが悪いんじゃねえか。なのにその愚痴をこいつに延々と話して聞かせるなんてずうずうしいっての。平助、お前までそんな血も涙もねえこと言うのか。つい弱音を吐いちまうのくらい許してくれたっていいだろ。お前はもっと反省しろ。濡れ衣着せられたこっちはいい迷惑なんだからな。佐野、てめえ、あの時本気で殴ったくせにまだ俺を追い込むつもりか。殴ってあとはすっきり水に流してやったんだからそれでいいじゃねえか。ほら行くぞ千鶴、こんな奴に構うことねえって。もう少し俺に同情してくれてもいいだろう。千鶴、あんまり新八さんに甘い顔してやる必要ねえからな。そうだそうだ、むしろしつこく絡まれねえように気をつけろよ。